調査の依頼だとか。はい。それで難しい。睡蓮の花のごとき儚く可憐なお嬢さんだ。どうか私と心中していただけないだろう。あ、すいません、忘れてください。小僧、ロープ。え、ロープ。いや、ロープなんてこんなところにかけてあったんだ。あ、栗木田君、どこへ連れていくんだ。ああ、淳君。あ、ちょっと待って、心中ちょっとでいいから。あぶー、こんなところにこんなもの、こんなところにこうやってやったんだ。はい。依頼というのはですね、我が社のビルジングの裏手によからぬ輩がたむろしているようなんです。よからぬ輩っていうと？わかりません。聞き慣れない異国語を話す者もいるとか。それは密輸業者だろう。警察がいくら取り締まっても船虫のように湧いてくる公安都市の宿業だな。ええ、無法の輩だという証拠さえつかめれば警察に掛け合います。ですから現場を張って証拠をつかめと。はい。小僧、お前が行け。え、ただ見張るだけだ。初仕事にはちょうどいい。天崎、お前も一緒に行ってやれ。わかりました。兄様が行くならナオミもついていきますわ。落ち着いてナオミ。やろう、今じゃないよ。今じゃないよ、今じゃなかったらいつならよ。樋口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速向かいましょう。あ、ちょっと、はい、行ってきます。行ってきます。行ってきます。真珠真珠ビジョット真珠真珠次第ビジョット。パー、私の未来の真珠相手は帰ってしまったのか。ああ、お前の真珠相手ではない。貴様、どうやってその論法をほどいてあれだけ固くしまったのに。甘いな、国木田君は。自殺マニアにとってロープは友達さ。あんな優しい縛りではまるで産木にくるまれているようなものさ。あ、そうだ、最強の結び方を教えてしんぜよ。最強の結び方があるのか。やはりここはもやい結びだな。結びの王と呼ばれている。の結びの王。あとはやはりイングリッシュマフィンとか。イングリッシュマフィン、そんな結び方があるのか。嘘だけどね。万年筆バキッチ。うえー、降りて降りて、万年筆が降りて、国木田くんの大好きな万年筆が降りた。お前の心はいつ折れるんだ。万年筆買ってもらうからな。